こんにちは、父さんの子育てチャンネルです。このチャンネルは3人の子育てに奮闘中の父さんが子育てをしながら感じたことや考えたことをつらつらと語っていこうというチャンネルです。まずは自己紹介します。3人の子供がいます。男の子、男の子、女の子、5歳、3歳、0歳の3人の子育てをしています。ごくごく普通のサラリーマンです。アルフォ世代でいい感じのナイスミドルを目指しています。よろしくお願いします。この前の日曜日にですね、公園に行ったんですよ。虫を取りに、虫取り網と虫かご持って。子供が虫取りたいって言うから、まあ、もちろんそんな、なんかこう大層な虫とかじゃなくて、そのバッタとかダンゴムシとかテントウムシとか、まあまあそんな類の虫なんですけど、その虫かごをこうブンブン振り回したから行ったわけですよ、公園に。で、初めはこう蝶々だとか言って、なんかこうそこら辺ひらひら飛んでた蝶々を捕まえようとこう頑張って走り回ってたりしたんですけど、やっぱこう蝶々なんてこうなかなか捕まらずですね、こう結構走って追いかけたりして、まあまあまあ、あのなんかこうそれなりに楽しんでて、でこういざじゃあこうバッターどこだ、ダンゴムシはどこだみたいな感じで探したすごなかなかこう見つからないんですよね。これが意外と結構大きな公園で緑の多いところだったので、まあまあ結構普通にいるかなーなんて思ったんですけど、これが意外と見つからないんですよね。まあ多分あの本当はめちゃくちゃいるんでしょうけどね、そのかなり緑の多いところなんでいないわけがないので、その単にこう見つけきらなかったというですね、なんかこう逆に緑すぎて広すぎてよくわからんみたいな。あとはまあその時期的な問題か、なんかこう蜂が結構飛んでて、まあミツバチなんでこっちがその何もしなかったら向こうもその刺したりとか特にないんですけど、やっぱこう数も結構いて、その一番下の子もいたので、まああんまり奥まで行かなかったっていうのもあるのかもしれないですけどね。でこうなかなかこううまく見つからなくて、でこう子供たちもこうだんだん疲れてきちゃって、でお昼時で暑かったっていうのもあって、もうなんかこうもう帰りたいみたいな感じになっちゃってですね、まあまあ最終的にはそのバッタもダンゴムシもこう無事見つけて、で見つけてその虫かごに入れて、で帰ったんですけど、なんかこう最後の方はこうなかなかこうズドーンってこうテンションも低くなっちゃっててですね、その多分その子供たちはその自分が思ってたよりこううまくいかなかったんだと思うんですよ、きっと。そのおそらくこうもっと早く見つけられるとか、こうすぐにたくさん見つけられるとか思ってたんだと思います。で、それがこう、最初の蝶々に始まり、こう、いろいろ歩き回っても、なかなかすぐには見つからない。で、こう、蜂みたいな怖い虫もいて、刺されたくもないし、みたいな。あと、暑いし、みたいな。その、自分の思い通りにいかないというか、こう、スムーズにいかなくて、少しずつこう、楽しくなくなっていったって感じだったんじゃないのかなと思います。でも、なんか、こういう、なんかこう、こういう経験ってこう、大事ですよね。その、うまくいかないっていう経験っていうんですかね。こう、できないことを知るというか。その、今ってこう、何でもこう、すぐにこう、楽にできるじゃないですか。ショッピングモールみたいなところに行けばこう何でもすぐに買えちゃうし、たとえそこになかったとしてもそのネットで探せば大抵のものは見つかる。そのもちろんそのお金がいくらかかるかとか、その私たち親が買ってあげるのかどうかっていうのはありますけど、一旦それはその別の話として見てみると、その物理的な問題としては大抵のものはすぐ手に入ってしまう。でも今回はそのうまくいかなかった、望む通りにはいかないし、こればっかりはそのショッピングモールに行ったところで何にもならないわけですよ。当然親に言えばどうにかなるっていうレベルの話でもないし、でこの経験って大きいですよね。その思う通りにいかないことがあるっていうのをその知るっていうか、でもちろんそれはその親との関係性の中でも育めるものですし、その当然私もその何でも欲しがったものを買ってるわけじゃないですし、ダメなものはダメだし、だから当然その今までもそんな経験はしてるんですけど、子供たちは。でもこう自然っていうものの中での経験はなんかこうやっぱこう圧倒的ですよね。その有無を言わせないというか、だってこう誰が何をどうしようともう無理なものは無理ですかね。自然の中ではこうきっとすぐに見つかるだろうと思ってたわけですよ。でもそうじゃなかった。期待と言ってもいいかもしれないですね。その自分で期待した通りのことにならなかった。でもそれってもう至極当然で、自然じゃなくても社会に出たら期待通りにいかないことだらけじゃないですか。仕事一つにしてもなかなかうまくいかないし、思い通りにいかない、問題ばかり起きて進まないとか。でこれはおそらくその学校の中とかでも起きてくることですよね。そのうちの子らはそのまだ上の子でも幼稚園なんで、そんなにこう意識しないことかもしれないですけど、実際世の中はうまくいかないことだらけ、期待通りになんていかない、甘くない。でそれを知るっていうのは大きいなと思ったんですよ。でそのこういう経験をたくさんするっていうこともその大事なんだろうなって思ったんです。そのうまくいかないっていう、でもちろんそのうまくいかないだけで終わるんじゃなくて、じゃあそれならどうしようとか、こうしたらいいかなとか、どうすればいいだろうって次へ次へとつなげていくみたいなことが必要ですし、その経験をこうより発展性のあるものにこう消化させていくってことが大事なんでしょうけど、でそれでもやっぱりうまくいかなかったりしてですね、何回もトライしたりして、でその結果うまくいくこともあれば、やっぱそれでもダメなこともある。でそれを知るっていうか、でそれはむやみにこう絶望感を与えるって話じゃなくて、世の中はそういう側面もあるんだよってことを潜在的に理解しておくってことが多分大事なんですよね。なんていうか、そこを感覚的にでもこう理解しておくっていうかですね。
その別に何もその何でもかんでも努力しても無理っていうのを言いたいわけじゃなくて、こういろんな側面がある。うまくいくこともあれば、悔しくたってうまくいかないこともある。で、それを知っておくっていうか、その世の中は甘くないんだっていうのを知っておくっていうか、で、これはなんかこうすごくこう大切なことなんだろうなと思ったんです。で、ただそれと同時に、こう改めていろんな達成感も感じさせていかなきゃいけないなっていうのも感じました。そう、だってこううまくいかないことだらけだったら、さっき言ったみたいにその絶望感しか育まれないわけじゃないですか。そのだから僕らがそのできる限り、そのサポートできる限りは、できるだけうまくいく方に持ってってあげる。そのうまくいかないこと以上に、そのうまくいったこと、そのできること、そのできたやったっていうその達成感を感じさせてあげる。その僕はできるんだってその感覚っていうんですかね、その自信につながるような、その自分の力を自分で信じてあげられるような感覚を持たせてあげるっていうんですかね。そのだってこう世の中はこう素晴らしいところだってその思ってもらいたいですしね。なんていうかこうその改めてそういうのをすごくこう感じた一日でしたね。はい、というわけで今回こんなことを感じましたというお話でした。今回の父さんの子育てチャンネルは以上になります。ありがとうございました。